願います。はい、委員長。有村春子君。はい、自由民主党の有村春子です。本日私がいただきました質問時間は合計10分でございます。ご準備をいただきました答弁者の皆様に御礼を申し上げ、明快で簡便な ご答弁をいただきたいとご協力を仰ぎます。どうぞよろしくお願いいたします。今年1月、東京霞が関に領土主権展示館がオープンしました。私自身も1時間半かけて全展示を拝見いたしましたが、我が国固有の領土、北方領土、竹島、尖閣諸島に関して、大変充実した資料が揃っています。日本の領土を平和的に守るために、一人でも多くの方々にも関心を持っていただきたいと思います。この領土主権館は、国内向けのいわゆる国威発揚の場ではなく、正々堂々と世界に開かれた歴史的事実、根拠のある主張を展開しています。コロナ禍が収束して入国が緩和された後には、ロシアや韓国や中国など近隣諸国の皆さんもぜひ先入観を持たずにご覧になっていただきたいと思います。この展示館は新藤義孝衆議院議員の熱心なご提案もあって領土主権展示館という名称になっていますが、この主権という言葉は用語としては知っていてもなかなか説明するには難しい概念かもしれません。そこで伺います。主権とは何ぞや、主権の意味するところを具体的に教えてください。はい、外務省岡野国際法局長。国際法上、主権とは一般に国家が自国の領域において有する他の権力に従属することのない最高の統治権のことを言うと解しております。はい、有村春子君。はい、まさに外務省が今お答えいただいたように、他国からの干渉や支配を一切受けることなく、自国の領域を統治する権利であります。政府におかれましては、主権の概念、また独立国として主権を守り抜くことの価値を、もっともっと国民の皆さんにお伝えいただきたいと思います。立法府の一員として、私自身も努力をいたしてまいります。現在、中国は沖縄県尖閣諸島沖での挑発行為をエスカレートしています。中国海警局による航行は連続60日を超え、過去最長を更新しており、直近では民間人である日本の漁業者、漁船を追尾、威嚇したり、ロシアと連動する状況に出ています。日本を含め、世界中が感染症に向き合っているこの苦しい時においても、新型コロナウイルスの感染源である当の中国が、日本の領海における緊張を意図的に高めている、この現実を直視して、私たちは今後の日中関係を考えねばなりません。力による現状変更を目論む中国によって、海域の緊張も高まっている現在においても、日本政府は一貫して、尖閣諸島には他国との間にそもそも領土問題は存在しないとの立場を堅持されています。当然のことだと思います。領土問題は一切存在しないとする日本政府の主張はどのような意味を持つのでしょうか。簡潔明快にご解説ください。はい、外務省大臣官房田村参事官。お答えいたします。まず委員ご指摘のとおり、尖閣諸島をめぐり解決すべき領有権の問題は一切存在しておりません。尖閣諸島が我が国固有の領土であることは、歴史的にも国際法上も疑いのないところであり、現に我が国はこれを有効に支配しているものでございます。1970年代以降、中国が尖閣諸島について独自の主張を始めたことは承知しておりますが、これは国際法上の根拠がないものと考えております。したがって我が国としては、尖閣諸島の領有権について中国と交渉すべき問題はないと考えております。日本政府は、1895年に尖閣諸島を沖縄県に編入いたしました。これは単に尖閣諸島が無人島であるだけでなく、清国をはじめ、どの国の支配も及ばないことを慎重に確認した上で行ったものであります。その後も尖閣諸島が中国に支配されたことはなく、我が国としてこれを有効に支配しているものでございます。外務省としましては、引き続き尖閣諸島に対する対外発信、一層取り組んでいくとともに、我が国領土、領海、領空、断固として守り抜くという決意のもと、毅然かつ冷静に対処していく考えでございます。はい、有村春子君。はい、
無主の地、すなわち持ち主がいなかったことを慎重に確認して、日本国が国際法にのっとって沖縄県に平和的に編入した、今ご答弁のとおり、明治時代から現在に至るまで、尖閣諸島は紛れもなく日本の領土であり続けています。敗戦後のアメリカによる沖縄統治時代も含め、尖閣諸島が他国の領土になったことは一度たりともありません。この度沖縄県石垣市議会において、尖閣諸島の地名を石垣市阿座戸野城から石垣市阿座戸野城尖閣に地名変更する議案が審議をされます。6月議会です。従来から地番や阿座名が当てがわれている尖閣諸島について、行政の効率化のために地方自治法に基づいて行われる阿座名の変更であります。沖縄県知事もちょうど1週間前の記者会見で、尖閣諸島のあざめを変更することは市町村事務であり、石川市で決定されることだと明言をされています。これは今この瞬間も尖閣諸島を統治している沖縄県石垣市が地方自治としての施政権に責任を持ち、日本国として主権を発揮しているという証左でもあります。そこで江藤大臣にご尽力をいただきたい具体的な提案がございます。石垣市中山市長の確かなリーダーシップと石垣市民5万人の民意を代弁する市議会議員の皆様が懸命に地方行政に進めておられます。その地方行政を尊ぶ立場の国政であればこそ、日本政府は常に主権を行使している尖閣諸島のことを、沖縄県尖閣諸島、あるいは石垣市尖閣諸島と明確に粘り強く呼称し続けるべきだと私は考えます。日本政府が発行する尖閣諸島についてのすべての啓発資料において、尖閣諸島が沖縄県石垣市の所管だという事実、この地名の利をもっと明確に一番最初に書いていただきたいと思います。今日の配布資料をご覧のとおり、現在は内閣官房および外務省パンフレットにおいても、尖閣諸島が日本固有の領土だと説明しながらも、沖縄県石垣市の島々であるという行政事実の記述がない、あるいは極めて小さい扱いになっています。尖閣諸島が何県の何市にあるのか、明確にイメージされる国民の皆様が一体何割おられるでしょうか。領土や主権を保全する国民運動において、この視点、この事実の告知が足りません。それが証拠に、昨日、尖閣諸島関連の記事を国会図書館で検索すると、沖縄県という記述が全くない尖閣諸島の記事は、この1年間でも読売新聞で46件、朝日で31件、日経で30件、毎日で24件ございます。尖閣諸島を報道する際、産経新聞は沖縄県石垣市を明記することを基本とされているようであります。我が国固有の領土、現に沖縄県石垣市が地方自治に責任を負って確かな施政権を続けているのですから、日本政府もぜひその主権行使を明確に発信する意図と、領土を守り抜く意思を持って、沖縄県石垣市の尖閣諸島と冒頭に明言、あるいは明示する習慣をつけていただきたいと思います。最後に領土担当大臣から首相官邸をはじめ、外務省、国土交通省、文部科学省を含むすべての省庁、全閣僚に働きかけていただきたいと考えますが、大臣のご所見、ご決意をお伺いします。江藤内閣府特命担当大臣。尖閣諸島は歴史的にも国際法でも明らかに我が国固有の領土であり、行政区域とした沖縄県および石垣市に含まれております。委員のご指摘は、各種の公的な記録等において沖縄県石垣市尖閣諸島と尖閣諸島は沖縄県および同県石垣市に属することを明示することで、我が国が主権を有するということを国民に周知すべきであるという趣旨、内外ともにですね、明らかにするという趣旨で理解いたしました。非常に重要なご指摘をいただいたと考えています。私としてもですね、領土問題も担当する大臣として尖閣諸島の所在に言及するよう努めてまいりたいと思います。そしてさらに、やはり領土問題が存在しないというからにはですね、やっぱり実効支配をどう確立するかということであります。領土問題として存在してないんでありますけれどもですね、しかし他の国はそうでない動きをしているわけでございますからですね、いかにして経済的な、その経済的にもですね、それからいろんな意味でもですね、ちゃんとした領土としての扱いをしていくということを、実質上の扱いをやっぱり我が国も確立していかなければいけないという具合に思っています。以上です。
村博子君。江藤大臣、茂木大臣、両大臣のご活躍を念じて、私、自由民主党、有村春子の質問を終わります。ありがとうございました。徳永エリ君。